こんにちは、マサです。昨日の夜、金価格が急落しました。1850ドルから1810ドルまで40ドルの急落です。きっかけは、パウエル議長の上院銀行委員会での議会証言です。ここでなんて証言したかというと、簡単に言うと、アメリカ経済は想像以上に強い、 だからインフレがなかなか収まらないから利上げのペースを上げるかもしれないって言ったんです。0.25%の利上げから始まって、そして0.5、0.75、0.5、0.25と、こんな経緯で利上げをしてきたんです。そして今月は0.5%になるんじゃないかって言われてます。 ですから、アメリカの中央銀行の想定ミスです。こんなにもアメリカ経済が強いとは思ってなかったんです。ですので、0.5%から0.25%に下げたのが間違いだったってことです。0.25%に下げるのが早すぎてしまったんです。インフレが始まった初めの頃、FRB は インフレは一時的って言ってたんですけど、それ以来の間違いです。中央銀行すら間違うんだから、一般人が予想できるわけがないんです。一週間前までは3月の利上げを0.25%で折り込んでたんですけど、今では0.5%ですよ。たった一日でガラッて変わっちゃうんです。今のところは3月に 0.5%上げて5.25%。そしてあと2回0.25%上げて5.75%。今がこんな予想です。日本人は円で生活してますから、ドル円レートも影響するわけです。ドル建て金価格が40ドルぐらい下がったんですけど、ドル円レートも2円ぐらい円安になってますから、 そこまで円建て金価格は下がってません。今日の金価格は 1g8870 円です。まだまだ高いです。今後どうなるかわかりませんけど、アメリカの金利次第です。ですから予想は難しいです。では以上です。ご視聴ありがとうございました。